当時のエピソードとかがまず覚えてるものがあったら、はい、お伺いしたいなと思ったんですけれども、はい、私はあの部活のメンバーとみんなで根岸山先生の授業を受けたんですよ。まあ、それもその根岸山先生が面白いっていう評判を前から受けた部員とかが言ってたので、私もその評判を聞いて行ったんですけど、でもいつも人気の授業で根岸山先生のクラスは人がいっぱいいました。あの部活なんで縦社会なんですよ。先輩がいいって言うとそのまま下の代の子たちもこう結構来てくれて、先輩も出ました。しかもスケートだ、ね、マネージャーやってたから、はい、ね、あ、よく覚えてる、覚えてる、すごい嬉しい、覚えてくれてる、忘れされてる。いつもで結構ね、教室入ってくる時はねこんな感じなんですよ。多分部活終わって、はい、学校終わって部活終わって授業で疲れきてるよね、はい、で、たまにその場ね、あの落ちてるんですよ。バレてたバレてた。目の前に30人とか40人じゃん、はい、だから一人一人顔の表情が分かるから、はい、こいつは今この話は嫌いだなっていうのもあるし、はい、こいつは5分後寝る、寝るのが落ちるかとかさ、ね、そうですね、商売柄、そういうの非常にこう、その頃からなんか表情が豊かだった、すごく、はい、それを僕も印象に覚えてます。へぇ、はい、西野先生はあの雑談も面白いんですよ。雑談も面白い。どん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 雑談が弾んでいくんですけど、その雑談の中にもその地理の知識だけじゃなくて今の時事の話とか世界史の話とかも結構してくれるので、なんか授業を聞いてて、あ、そういうことなんだなって、地理の授業なのに世界史の理解が深まったりみたいなこともよくあって、お褒めいただいたりとか。だって高3の時に始めたんでしょ。高3の4月から始めて勉強始めて、その1年はダメだったんですけど、もう1年、そっちの方じゃなくてアイドル活動、はい、アイドル活動高3です。高3っていつから始めたの？7月です。俺、自爆テロです。自爆受験生としては自爆だと思います。一番やらなきゃいけない時期に、はい、あのわらじを3足履いてるようなものですよね、はい、アイドルやって、マネージャーも終わったの？マネージャーはちょうど終わって入れ替わり、あ、その代わりやり始めたの？はい、マネージャーなくなったら物足りなくなっちゃって、それも自爆です。隙間を埋めるように。自爆的です、それは。東大の合格発表の成績開示も受けて、うん、その成績開示に不合格の中でも ABCDE みたいなランクが発表されるんですけど、その合格が不合格のランクも E で、東大からも E 判定、東大からも正式に E 判定をいただいた。それは、うん、あんまこう問題のこう主題から突拍子もなく、あのベクトルがずれるという回答ではないんですよ。はい、だからちゃんと書けるんだけど、やっぱり今ご本人がおっしゃってるように、ん、まだその当時としては内容のディテール、うん、細かいところ、うん、それがこう、うん、やっぱりうまく書けてないと、はい、だからこう、なんていうのかな、デッサンはできてるんですよ。はい、でもポイントポイントで見ていくと、そのまあ例えば被写体ないしはあの。いろんな像とかも、うん、そこの部分がこう綺麗に仕上がってない部分、でもそれが多分その次の1年間に仕上がってたのかなっていう気がする。うん、おやっとしたことを書くんですけど、そのこれで仮定になるっていう大事な要素が欠落して点をもらえないっていう。欠落はしてないんだけどね、はい、それがなんかねこうまとめてうまくギュッと表現できた。それが1年間で随分できるようになったのかなっていう気がします。じゃなきゃ結果に結びつかないからね。僕たちやっぱり英語数学高校3教科がやっぱり基礎体力があるんで、はい、それにやっぱりあの理系の科だと理科系の科目、はい、それから文系の科目だとあの歴史と地理っていうのをこう積み立てていくんですけど、はい、やっぱそれなりに土台ができてるのがやっぱ強みかと、はい、だからその上にやっぱり専門的な教科、例えばあの世界史だとか地理っていうのを組み上げていくわけですけど、はい、主要3教科ができてないとやっぱりアウトでしょ。うん、配点も全然違うし配点が根本的に違うんで、はい、結構だその点はやっぱりすごいと思うんですよ。さすが友達だね。おめでとう。これからの新入試ですよね、はい、新しい、うん、そうですよね、センターもなくなるとか、センターもなくなって、うん、もう大体運悪くうちの長男がその受験第一で、親としても非常に、はい、
気にはしてるんですけど、はい、事実上やっぱりうちのその業界でもまだはっきりよく分かんない、うんうん、ただあのやっぱりいくらこう改革するとは言っても今の制度からあんまりこうポーンと180度変わるとかっていう感じではないかなって思ったりして、はい、やっぱある程度その学力交差っていうのは必要だとは思うんですよ、はい、ただその中でやっぱり個人 の, そのパーソナリティ、はい、それを評価するために、ま、なんかこう対面的なものとか、はい、あのそれアクティブラーニング、うん、それがなんか結構最近重視されてて、はい、そういうのが入ってくるのその割合がこうどうなるのかなっていうところですかね、はいはい、だから要するに皆さんがあのイメージする机の上での受験勉強っていうのは、はい、絶対になくなることはないと思います、はいはい、ある程度の割合が残ると思います、はい、だからそれはきっちりやっといた上での他の新しいシステムへの対応かなと思います、ね、変わっていくけどその机の上で勉強するっていうちゃんとした基礎の勉強する姿勢ができてないと、うん、もうどうこまでも無理ですよね。無理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 だってそれで大学行ったって何するのってことになるでしょう。やっぱりだからいわゆるその小さい学年からやってる机の上での勉強っていうのはやはりあのどんな時でも継続してやってほしいと思いますよね、はい、なんかこれまでも過去の生徒を見てきて こういう傾向の子がやっぱりなんか受験もうまくいってるなみたいなところかもしれない。やっぱり一番やっぱり僕らもよく言うことなんですけど本人の意思だと思うんですよ、うんうん、やっぱりここに行きたいとかここに生まれたいとかここで何かやりたいっていうのがあるでしょう。でその意思の力がやっぱり努力を継続させるし、うん、それでまあ、あのそのモチベーションがあるから、はい、やっぱりより高みにこう届かせようとするんであって、はいはい、やっぱり動機づけかなと思います、はい、ただあの周りがみんな受けていくからっていうことだけじゃなくて、はい、やっぱりそこで何をしたいのって聞くと、はい、それなりにちゃんと答えがポッて出てくる子がやっぱ受かります、はいはい、と思うよ俺は、はい、で当時あのブログを立ち上げて、うん、立っているのも良かったと思います。ブログのタイトルは東大一直線で、それでそれを読んだって言って俺の授業を取りに来てくれた子があなたのあと何人か女の子、客観的な評価をした場合に、はい、やっぱこう全体のこう集団受験生の中で自分がこうどの教科だとどのぐらいの位置に立ってるっていうのをしっかり把握しようと言って、はい、あの幻想を抱いてないって夢じゃなくて、はいはい、だから もし自分のこの予想よりも実際はその自分の立ち位置がこう後ろだったとしたらば、その教科をもっと努力しなきゃいけないと、はい、努力しなきゃいけないか努力の仕方がちょっと間違ってるかっていうのが早めに分からないとちょっとうまくいかないだろうなっていうのが2年間受験をやって感じたことなんですけど、最初は嫌なんですけどやっぱ模試のデータとかは真剣に見ろってことですね。現実と向き合って現実とちゃんと向き合ってそういうことだと思います、はい、先生と話すとか周りの受験生の仲間と話すとかっていうのも結構大事かなって。そうね、うん、できるよ、よかった時はよく見るな何も俺よくやったみたいな感じででもあのやって終わった時にもうこれもしダメだなと思った時は多分結果すればもう見ないで僕も過ごしました。それは良くないよねってことです向き合わないと向き合わないと、うん、常にやっぱり自分をちゃんと客観化できるっていうところかな。それであの教科ごとにこうバランスをうまく取っていって、はい、ここの教科でこんなに伸ばしてしまっても、はい、他の教科が追いつかないと、はい、あの平均化するとこうなってしまうっていう、はい、そういうのがちゃんと計算ができるっていうか、したんだよね。しました。科目のバランスは見直して。そうですね、僕たち受験教科がやっぱり東大だと多いんで、そうですね、センターがあって、それから2時にあの5教科っていうので、やっぱりトータルバランスなんですよ。だからそのトータルバランスが欠けてるとなかなか難しく、中でもやっぱりその土台である A、数、国って、これがやっぱり一番ポイントになる。さらにそこに点数を乗せしたいのが、地歴とか理科社会とか、そこら辺とか物理学とかそういうのになってくる。だからそれは全体のこう、うまいバランスを取れる。なおかつその客観化できる自分のその学力を重視したと思います。はい。
だってもともとバランス取れるかね、はい、受験とそのアイドル活動なんてとてもじゃない。確かに確かに、どっちかに偏ったらできないですね。そうですね。なのでセルフマネジメントがすごくできると思うんですよ、うん、でやっぱり今は何をすべきか、どういう時間なのかっていうので、ちゃんとこうスイッチで入会ができる、無意識に。今は私東大生だから、あの仕事の合間に定期試験の予習、うん、でもこの30分が終わったらステージに出なきゃいけない、私はね。でしょ。はい、そうです、本当に。うん、でもその切り替えがスパッと、うん、うまくできてるんじゃないかと。すごいですね、こんなに久しぶりに会ったのに見透かしてきますね、いっぱい。こんなに100人、200人とかっていう大教室じゃなくて、僕らの場合はせいぜい20とか30とかなんで、だいたい一人一人の子が1年付き合ってればどんな子なのか分かりますから。でましてあの論述文章を書かせると、やっぱり文章はその子の人格と人生そのものがこう集約されてしまうので、よく分かりますよね。わこっちに論述出せないですね、受験生もそのこれを聞いてしまうと。ただあのその後その子たちが大学に入ってどういう人生を歩んできたのかってまた別ですから、たまに会うとお前変わったよねとかそういうのがあるんですけど、なんかすくすくといったなって感じです。勢いはやっぱ現役の方があるな、はい、現役はオフェンスだけど動員はディフェンスっていう、はい、ような気持ちの持ち方な気がしますね、はいはい。なんか浪人生はもう、なんとかこう守るというか、学力を現役生に抜かせないように守って、なんとか本番まで迎えたいっていう、どちらかというと守りの気持ち、保守的な気持ちで、その挑戦的なことはあんましなくなると思うんですけど、現役生はもう伸びるしかないので、もういけいけって感じで勉強するのかなっていう、このモチベーションにこう勢いがあるけど、まあ、冷静さを失いやすい感じが現役生はあって、浪人生はまあ淡々と。やることをこなすのみみたいな感じかな、はい、イメージがあります。今バスケの話だよね。バスケ僕今その話を受けるとしたら、まあ、バスケットの話になるんですけど、うん、要するに1年生がラン&ガンだって言うんでしょ、はい、で浪人生だったらこれ現役生だよね。浪人生がゾーンだよね。ゾーンイメージ。これを聞くと僕らの理想は浪人生だろうか現役生であろうが、オールコートプレス。あー、もう全部のコートで。全部の守備範囲をこう、プレッシングかけて、どこでも拾うぞっていう感じで。うん、はい、全面的に気合を入れてるんですけど。だからどの強化も、これは捨てちゃうとか、これは伸ばすとかって、はい、全部もうやらないとやっぱりできないわけですから、はい。どの強化もどの分野も、惜しみなく努力。うん、あのそれが理想だと思います。はい、やり方としては、はい、ただやっぱり今彼女が言ったように現役生の時は若いよね。この1年で全然違うんですよ。そう、本当に18歳若いんですよ、はい、で19歳違うよね。違いますね。やっぱり人生とある程度妥協が始めるんですよ。同人生だと今年もダメだった場合妥協するっていう、なんかそういう、うん、なんか妥協を覚えた一段大人になるんですよ。生き方をね、はい、ちょっと思えるみたいな。なんか現実的になるっていうか、一気に。だからこう、積極的なこうプレッシングがちょっと今ある、はい、だから、ぜひともその、浪人生にこそその積極的な攻撃が浪人生にこそ頑張れと頑張る。で攻める攻める、そうですね。で、現役生は勢いいいんだけど後ろのこと考えるじゃないですか。まあ、今こう言っちゃってると本当にいけてんのかっていうやっぱ自分の客観とか、はいはい、そこだと思うんだよね。単に行こうとするだけで復習のサイクルが戻ってきてないっていう、はい、でもその後ろの方で、はい、今までやってきたところと復習やっぱり定期的にきっちりやっていかないと頭から抜けていきます、はい、それをあの現役生に少し心がけてほしい、はい、前に進むこと一番大切だけど、はい、復習定期的にやらないと財産を失っていくから、うん、僕個人的に言わせてもらうと東大の問題ですごい難しいなと思うことはあまりないんですよ、はいはい、やっぱりあの東大よりも難しい地理の問題っていうのは他の大学でも
っぱあるんですよ、はいはい、無理なことを聞いてるわけではないので、はい、やっぱ総合的な思考力があれば解ける形だと思います、はいはい、東大はなんかその回答なんかどう書けばいいんだろうって悩むことはあっても何を書けばいいかわからないってことはなくて、これを書けばいいんだなっていうのはわかるけどどう書けばいいんだろうっていう悩みが多いっていう感じで、だから回答を見た時になんかそんなこと知らなかったって思うことよりも、あ、そうやってまとめればよかったんだって思うことの方が東大の問題は多いっていうイメージがあります。ただもうなんか年によってなんていうかやっぱ時代が変われば問題も変わってきちゃうので、なんかそれをちゃんとフォローしていくのが、うん、いいのかなって。よし、ちょっと特殊で2教科なんですよ、やっぱり歴史が2教科で150分でね、だから時間配分をうまくやらないと全問完答っていうのがなかなか難しくなってしまうので、はい、その点を特に注意してもらいたいと思いますが、はい、やっぱ回答欄に回答がない書いてないのに採点にはなりますから、はい、あの完答は前提、はい、となってくると150分の2教科のその時間配分っていうのを、そのタイムマネジメントをどうやるのかっていうことで、うん、多分彼女みたいな世界史やってて、世界史だとでかい大論ですね、はい、それがあるから、それを先にやってしまうと逆にもう後の時間が今まで持っちゃうんですよ、はい、だから解けるやつから先に解いてって、はい、一番でかいその600字だとかそういう大論ですが、はい、後に回せるって僕らよく指導するんですよ、はいはい、やっぱりやりやすいとこからこう書いてって時間を集約していくのが一番個人的にはベストなことだと思う、はい、私も大論述は最初に大論述を見て、はい、あ、こういうこと書こうかなってなんとなく考えてから書くのことにして、はい、全部解いてから最後に余った時間全部大論述っていう感じでした、はい、それは何かというと大論述のテーマを見て何を書こうかって今感じてますね。それを頭の中に残しておいて、他の世界史の2番目とか3番目の問題やってると、うん、どっかで何かが繋がるんですよ、はい、シナプスが、はいはい、このネタだとかね、はい、だから先に書かないのかな、他の問題を見ていろいろ思い出してる過程で出てくるので、シュートというか自分の中で材料が揃ってくるので、うん、それはやっぱりぜひやってほしい、うん、まあ、サミットやってて、うん、そのサミットで話し合われてる課題についてはなんか入試問題出てきちゃうんじゃないかなって思うんですよね。気候のこともそうですし、まだあの新興国、発展途上国の、まあ、経済がまだ未熟だっていう話も今問題で話し合ってたので、そういう問題が出てくるかなっていう感じが。つまり新興国の経済開発を今後どのように持続拡大させるために先進国がどのような役割を果たすべきかってことだよね。はい、入試のその東大の問題っていうことに限定するのは、はい、いきなり去年の時事的な問題が次の入試の問題っていうのはあんまりないケースだよね。やっぱあの今聞いてて面白いなと思ったのは、はい、日々よく勉強してる、はい、必ず情報はチェックして、はい、うん、そこがやっぱり最近の若い子の違うと思います、はい、ありがとうございます。18歳選挙権、はいはい、あれやっぱり選挙たちにもよく聞くんですけど、はい、どう？私はもともと選挙を必ず行ってて、うん、でも結構周りに聞くと選挙行ったことないみたいな子が結構いるので、18、19の今結構総務省が結構派手に若者向けのキャンペーンみたいなの結構やってるんですけど、うん、はい、まあ、その影響がちゃんと出て、まあ、投票率上がればいいなって思うんですけど、うん、まあ、日本のなんかその20代と、まあ、50代の投票率の開きが、あの日本の先進国で一番開いてるぐらいの勢いなので、うんうん、そこがちょっとなんとか 3割とかですよね、うん、20代投票率3割とかなので、うん、そこ18、19、私個人的には5割最初の選挙で5割突破してほしいなって、うん、18、19、20代の投票率が、うん、5割突破してほしいって思いますね。こんだけ騒いでるので若者が政治に参加するっていうことが、もうまず若者に興味がある政策が出てくるってことになって、若者向けの政策ができるから若者が投票するっていう、まあ、いいサイクルが生まれるきっかけなので、暇な時間作るなんて言ってるんですよ。
暇な時間作ると余計なこと考えるから不安要素ばっかり出ない、はい、だからもう暇な時間がある時には各教科ごとに何をやる暇な時間によって決めとけ、はい、例えば地理の場合僕は2つ暇な時間ができちゃったら地図帳をなんとなくなって忙しくもうやるから決めてれば不安になる日もないからね、はい、っていう感じがするんですけど、はいはい、なんか本当に不安になりやすい体質なので、うん、なるべく不安にならないように他のこと考えてるように、うん、効果的だと思います。まず本当に自分の力を過信しないこと、両極端の一言が言葉なんですけど、自分の力を過信しないことと自分の力を信じることっていう2つが大事で、その間違った判断は絶対自分にしちゃいけないんですけど、でもできるっていうモチベーションを常に持ち続けないと、持ち続けてほしいなって思います。私自身がもう E 判定の、しかもアイドルなんか始めちゃってっていうすごいハンデを背負ったところから始めたけど、ちゃんと目標を達成できたので、みんなも諦めないで、自分の力を信じて、だけど過信しないで、頑張ってほしいなと思います。回答を試験時間中に作成している時の状況で、もうやっぱり慌て始めるともう全部パーになってしまうんで、特に本番では、まあなかなか難しいんですけど、なるべく慌てないように、むしろ、もう俺以外に誰が点取れるんだぐらいのこう入り込みで、やっぱりそこまで勢いでやってほしいのここまで来たら、ここまで来たら、もうここまで来たらもう勢いでやってほしいってなるんで、俺が点を取りに行ってやるっていう、そういうね、ファーストブレイク、要するにバスケットと、そういう意気込みがやっぱり最後には欲しいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よくできるね、やっぱり。さすがに日頃よくメイクしてるよ。まあですね、朝から根岸島先生に5年ぶり、6年ぶり、ね、6年ぶりに根岸島先生にお会いして対談もできたんですけど、ちょっと意外と覚えてくれてて嬉しかったですよ。当然30人の中の一人なので、いやいや覚えてないと思ってましたね。何をおっしゃる。全然ですよ、そんな。相変わらず、根岸島先生のお話を。いや、もう6年分年取りましたからね。あなた方と違って、キラキラ輝いて、どんどんなんかメッキが。でも楽しいお話でした。はい、楽しかったです。ありがとうございました。そう、なんか、もうこのままの勢いで行ってくれって感じですか。はい、もうこのままの勢いで、なんか結構根岸島先生も、塾の皆さん、今の教え子の皆さんも仮面女子を知ってくれてるっていう、まあ、これから、一応広報活動します。あー、嬉しい。見てあげてねとか言ってね、読んでとか言っていいこと言ってるよとか言って、はい、受験生の皆さんにぜひ、 あんまり暇な時に秋葉原のステージでしたっけ、はい、そういったところには行くなと言っとくけど、はい、まあ暇ぜひご招待したいぐらいの、勉強第一だから受験生、はい、夏休みだからね。夏休みですよね。夏休みです。そろそろ夏休みなんですよ。やっぱ 夏休みどう過ごしましたか。私はでも高校の現役の時は、はい、文化祭の用意がすごく忙しかった記憶がありますね。この学校、文化祭半端じゃない学校なんで。文化祭の用意すごい大変だったんですけど、もちろんジェット会の夏期講習で。もうみんなバウトしてたよね、ほとんどね。僕からの立場で夏期講習は、やっぱり学校が休みに入る期間なので、まとまって自分の勉強ができるんで、無駄な時間を過ごすなと、うん、一言。そんな感じ。そうですね。あと私としてはその夏はその今までやったことを、まあ、復習たっぷり使えるので、こうやっぱり2学期始まっちゃうとまた新しいことを習ってどんどんインプットされていくので、はいはいはい、まあ、アウトプットと復習を夏使ってほしいなと思いますね、うん、あとちょっと手をつけてないその志望大学の過去の問題も少し夏で1回まとめてやってもらって、今の自分のその客観的な評価がどのくらいなのかなって必要だよね。はい、必要ですね。そうなると秋口どのくらい努力を各教科のところでやるのかっていうのは指針を立ててほしいなと思います。はい。でさ、夏はってずっとやってくじゃん。はい。で結果が出るよね。はい。合格発表みたいなどんな感じ。もう思い出して夢かと思いましたね。
ああすっごくドキドキしていくんですよ、うん、であの合格発表の掲示があって、うん、でもう行くまでにこう今まで勉強したこととか試験の手応えとか何回も思い出して、もしかしたらいけてるんじゃないかな、でもダメかもしれない、あでも勝ってそうとか、なんかいろんなことを考えながら見に行くんですけど、うん、もう番号を探して会った瞬間もう今まで大変だったこととか全部もうどうでもよくなって、その瞬間何やったの？え、もう何やったの？もう扉になってました。で気がついたらあのアメフト部の方が囲まれてて胴上げをされてます。やるんですよね、はい、そこはね、いつもね、あれもう、なんかもう人生、自分の人生で自分が初めてなんかヒロインになったような気持ちになるんですよね。今もやってるじゃないですか。今もたくさんスポットライト浴びさせてもらってるんですけど、それまでの地味なもう毎日のコツコツの勉強のことを思ったら、こんな自分がとって華やかな出来事ないっていうぐらいの天にも昇る気持ちとはこのことでしたね。じゃあ今まで人生の中でこういろいろなピークがあったと思うけど、そのうちのいくつかになる？もう絶対もう3つの指に入ると思う。ああ3つ入ると思います。告白するしかないですよ。皆さん努力してくださいって感じですよね。はい、はい、自分を信じて、自分を信じて、というわけで受験生の皆さん、自分を信じて頑張ってください。